何やった、あの獅子みたいな、ライネルやっけ、ライオネル、ライネル、ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ね、実は一回クリアしたんだけども、ゼルダを一回マジでね、ガノンまで倒してクリアしたんだけども、音声が取れていなかった音声が取れていなかったということで、また前のセーブデータからやり直しをしていってます。今待って、これ出たところすぐにね、ほらおるんよ、あれ、え、バレてる、え、私どこ行きよったっけな、マジでさ、ちょ、記憶力なさすぎて、でも私前回一旦あっち戻ったんやけど、でもこの右下のマップね、見て、え、あっちにダッシュで行こっか、行っちゃえ、ひー、あ、痛い、燃えるって、びっくりした入ってきてすぐになんかおるかなと思ったけど、おらんかった。待って、回復しとくね。まあとりあえず頑張りますよ。てかね、別にさ、一回クリアしたけんって私別に、あいつってレーザーで狙ってくるっけ、待って、ちょっと待って、これ上いけんよいけんよ、どこに行けばいい、とりあえず一旦あっちの壁の裏に行くかな。さ、別にさ、一回クリアしたけんって、うわ怖いって、待って、それはないわ、私が守る、マジそれはないわ最悪かよ。はい、戻ってきた。待って、無理だわ、あっちから行ける気がしないわ。とりあえず、いや私ね、前回こっち行ってなんかね、同じ場所をぐるぐるとしよったんやけどさ、どうしよっかな、どうしようし、待って、いやでもね、最終的にたどり着ければいいんやけど、こっちではないな、最終的にたどり着けたらいいし、あとあっち側に行くか、これ渡れる、落ちん、あ、渡れるやん、イエーイあれ、ってか私あれだな、結局さ、あの扉の中入ってないんよね、あの中って何があるの、てかどうやったら入れるの、どこにも目玉なくない、ここから出たら何になる、どこ行く、なんかめちゃ敵おりそうじゃない、雰囲気的に、おらんのかな、大丈夫か、ここ登っていけるんかな、今私どこ、ああここか、もう結構下の、あ、待ってよ、結構下の方におる気がするけど、そう、最終的に目的地につけたら何でもいいよねってことで、その失われた動画の中では私はね、ひたすら上を目指してめちゃくちゃ道無視して生きよったんよねいや、ガノンがおるであろう場所
まあ、とりあえずなんか上の方やん。だけどとにかく登っていきよったんやけど、この辺とか足場はないか、難しいか。あいつに見つかる気がする。え、ここどこだ。え、ここはどこだろうな。あの偵察機に見つからん場所どこ。この辺見つかるかな。これさっきの場所じゃない、違う、違うんか、わからん。似たような景色が多くてわからん。怖い。待って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 。ふう、でもあそこの上に、いやーこっちにも。怖い。もう何もかもが怖い。待って、あそこに目玉ある。待ってくれよ。待ってって。待って三つなんですけど、やめてよ。え、待って、どういう状態、びっくりした。目玉こっち向け、よいしょ。これでどこが消える。はい、消えた。道ができたね。通ってこ、通ってこ。あ、これうわ、めちゃくちゃ正面やん。え、めちゃくちゃ城の正面ですねこれ。いや、私前回マジでさ、正面突破してないのよ。めっちゃ偵察機。正面突破絶対むずいと思うよね。いやー、来ないでって。あれ当たってない。え、じゃあここ入ったらガノンってこと。なんかめちゃくちゃ狙われてるけど。ちょ、怖いって。ここ入ったらガノンか。え、ぽくないぽくない。あたし多分、え、待って、ええ、いや、ここ入ったらガノンよねきっと。この、え、赤丸の位置、え、そうなんかな。え、ここあるよね。何やった、あの獅子みたいな、ライネルやっけ、ライオネル、ライネル。え、あいつの場所じゃないよね。あいつの場所だとしたらめちゃくちゃ嫌なんやけど。いや、私前回ね、ひたすら上に上にって感じで細かくマップを確認しながら進んでなかったけんさ、あの唐突にガノンについて、唐突に戦闘に突入したけんさ、場所、え、ここなんかな、こんな感じの場所やったっけ、全く覚えてねえや。あ、本丸って出てきた。なるほど、じゃあここやね。うわー、なんか動いてる。こんな感じやったんや。こんなんも全然見えてなかった、キモー。あれから生まれ、へー、きしょい。え、こんな状態やった、マジで。ここ私駆け抜けていこうとしたんやな。こんな感じで、多分向こう側から入ってきたんやね、私。前回、失われた動画の中では。だって私正面突破してないけんさ、絶対正面難しいと思ったけん。リンク。リンク。リンク。ジェルダ。ごめんなさい。私の力では。ね、これゼルダはさ、一体どこにいるの？今、ゼルダは実体があるの？別にゼルダ生きとるよね、普通に。めっちゃ重いよね、なんか。めっちゃ話しかけてくるけどさ、なんなの？脳に直接話しかけてきてるの？あ、そっか、戦った場所あんなとこやったっけなーって思ったけど、落ちたんか。
やべ、覚えてねー覚えてねー。いやでも何回でも楽しめるということで新鮮な気持ちで。いや私ね、あの前回のガノンとの戦闘の時ね、もう素材から全て回復系のを食い尽くして、キモーい食い尽くしてさ、で最終のうちに料理の方も食べて、ハイラル城に着く薬剤ガノン、めちゃくちゃギリギリやったんよ。多分ね、回復系全部食べてギリでやっつけたと思うよね。頑張ろう。言っとくけど君のためじゃないよ。あ、来た来た、みんな。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。これめっちゃ助かるよね。イエーイ。これが私の最後の力。負けないで。私ロードしてからミファーの祈り別にあれよね、起動してないよね。行くぜ、相棒。あ、でもあれや。さあ。ダルケルの守り直前に使ったな。入ってくる直前めちゃくちゃ狙われて使ったな。やっぱさ、正面突破はガードがいっぱいおるんやって。裏から回ってきた前回の私の方が正解な気がする。ダルケルの守りちゃんとも残っとったもん。いや、ガノンと戦うのね、いるって。もちろん攻撃めちゃくちゃ避けれるんやけど、うわ、一気に半分まで減った助かる、ありがとう。ね、このガノンさ、めちゃくちゃあれじゃない？なんかこんな感じのキャラクターさ、千と千尋に出てこんかった。中洲温泉で働きよるおじいさん、ひぃ、マスターソード。いやー。いや、これね、マスターソード、とかじゃなくて、あ、これね、あ、燃えた燃えた燃えた、私。え、キモい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 。あ、違うんや違うんや。あれどうやったっけあの、なんかガノンがさ、炎を起こした時に、キモいって。なんなんその素早さ。あの炎を起こした時にね、あのちょっと上昇気流がすぐ低姿勢になるの。あの上昇気流が発生するんやけど、あ、これなんかめっちゃ追いかけてくるんよね。しかも範囲広いし、ほら、そう、その上昇気流に乗って、あの弓で撃つ。そしたらね、あの相手がめっちゃなんかスローな感じになるけんいい感じに。え、てかさ、どこを狙えばいいんかとか私正直よく分かってないんやけどさ、多分、いや私が前回狙ったのはあのおでこの オレンジの丸なんよね。オレンジの丸あれをね狙ったんよ。いや、なんとなくああいうところ弱点やん、敵って。あ、ちょっと待って、近い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 、ね、炎を起こしてくれる。あ、これ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 、ほら、こういう、はは、ね、めっちゃ狙われてるよ私。キャーす、このやばいねでもあれってん、これはん、金属、マグナキャッチできるやつ、氷、その辺がちょっといまいちよく分かってなくて、いや氷なんかなって思ってみようんやけどさ。あ、やった、ダルケルの守り回復したよ、やったよ。いや、あのレーザーの時に使ったらさ、ガノンにあのレーザーを、いけ、跳ね返すことができるけんさ、ここでこの跳ね返されて弱ったガノンに打ち込むと、ひー、あ、そして次は上昇気流に乗って
燃えてる。いけ。え、当たった今。あ、当たってない気がするぞ。ねえ、ちょっと、ちょ、その風の攻撃多いって。ひぃ。え、ぬえ、いって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 、ね、その攻撃、その攻撃苦手なんすよ、やめてくれ。怖いって。前回もっと後やったって。まだそんな体力減らせてないって。来た、来い。どこや。おった。3回までか。乗らせてくれ。どこや。え、頭どこ。ね、顔どこ。顔、それヒゲか。燃える。近い。痛いって。回復しよう。危ない危ない。あ、これまだ乗れるんじゃね。ほら、待って、近くて当てづらいぞ。めっちゃ燃えた。怖い。めっちゃ燃えたよ。3個分か。ちょっともったいないかな。これまだ乗れるんじゃね。え、待って、くそ。くそ。ちょっと弓を構えるのが遅かったぜ。ダルケルの守りしとった方が良かったね。あと1回分や。痛い。ちょ、1回1回のさ、ダメージマジで でかいんすけど。やめてよ。何の攻撃でもさ、ごっそり体力持ってかれるんよね。辛いわ。ダルケルはさ、ずっとこうやってやっときゃいいけんさ、あれなんやけど、多分ジャストガードは、はい、今って感じでやらんと、ダメなんやと思うんよね。あと2回分。ちょ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 。はい。いけーい。どこや、頭を。いい感じじゃない。あと1回分ぐらいでいけるんやない。いけんかな。ちょっと迫ってこなくていいんでさ、撃ってください。あ、上に上がる。上に上がってもさ、それじゃないんよね。いや、それが弾き返せるやつなんかどうかはちょっとよくわからんねえけど、正直。ウルコさんももうちょいでたまるな。えいって待って、見えてなかった、見えてなかった。怖い、串刺しになった。じゃあ早く降りて。それ嫌いなんだって。そう、なんかすごいゆっくりゆっくりなくせにさ、爆発範囲広いけん嫌なんやって。え、うえい、思ったより近かった。じゃあ、はよ。よっしゃ、撃て撃て。来た。どうかな、どうかな。はあ。ウルボサの怒り、いつでも放てるよ。いた、やった。ウルボサもたまったよ。ふう。え、でもウルボサたまったけど、もう使わんか。いや、このさ、あ、でもそっか、炎とかそっちやったらまた別なんか。なんかムジラの方もやりよるけんさ、なんか弓ずっと構えとったらなんか超魔力が消費されていきそうな感じが。へえ、めっちゃドロドロしたものが。これ牛の鳴き声よね。無惨した。
ねえ、ガノンドルフっていつからこんな感じになったん？なんかもっとすっきりしたおっさんじゃなかった？それがこういう感じになったってことやろ。ゼルダではなく、あ、上に戻っていった。あ、来たよ来たよ。ガノ、遥か古代に生まれ、幾度滅ぼされようと復活を繰り返す憎悪と怨念の権威。復活を諦めない能年から。あ、めちゃくちゃ巨大に。でもね、周りの景色めっちゃ平和なんよね。やばくない？すごいなんか綺麗な景色の中。憎悪と怨念の権化、魔獣ガノン。いやでさ、なんかここから唐突にエポナが現れるんやけどさ、私エポナの操作がマジでめちゃくちゃ下手でさ、あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか。エポナっていう名前じゃないと思うけど。ゲームの中のリンクもうほとんど思い出してないけど、あのうつし屋の記憶をほぼ回ってないんで。でもってさらにそれに加えて、あ、それに加えてさらに私自身はもっと覚えてないよ。光の弓矢、魔獣ガノンとの決戦の前にゼルダから受け取った弓矢、勇者が構えることで光が集い、厄災を打つ矢となる。これね、取っただけじゃ装備されてないんよね。前回絶対普通に装備されとると思ってさ。うまーうまー、無事に生き延びて。いやマジさ、スピードは出るんかもしれんねやけどさ、制御できないんだ私。うま、はい、光らせてくれ。馬どこ行った？あ、いるな。草食べてるな。はい、光を狙って。待って、ちょっとあっち側行くけん。行け、イエーイ。いや私前回めちゃくちゃ下手くそでさ、抑えられません。何回も何回も早くとかもう無理ですみたいなゼルダに言わせたんやけど。あ、今のはいけたんか？ダメやったんか？わからん。え、このガノンの体から出るドロドロがあれやん。あの、目玉やっつけたら消えるやつやん。何？爆破する？はい。もう一度抑えます。なんかあれよね、動きめちゃくちゃ遅くなったよね、ガノン。はい、狙います。いきます。やったー、いけたんじゃね。さあ次は、うんうん、雨降ってきた。馬おらんくなった？え、何やられた？あ、上昇気流発生してるな。あ、なるほどね、飛び上がっていけるってことか。うぃー、はい、よっ、見えねー。え、でもいけるんじゃね。お、いけたんじゃない。さあ次次。顔がもうよくわからん状態になっとるやんガノン。あ、これ危ない。あ、来るんじゃない攻撃。いや、もう左側に行くか。馬もう全然おらん。あ、やばい、来る？キャー！いや、ちょっと今そういう状況じゃないの見えてます。あ、お腹お腹お腹、ちょっと待って。そっか、お腹か今。
え、これいける？あ、やった、いけた。ギリ見えてないかと思ったけど。あと少しで。はい。あと少しでカノンを。え、次どれだ？上か？え、でもまだ一回分どころじゃないぐらいある気がするけど。いや、一回分なんか。あ、そっか、次光じゃなくて。え、待って、やばい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 。それがカノンの中枢です。はい、ちょっとそこを見ている余裕がなくてですね。待って、はい、上昇気流に乗って、めっ、おっしゃよっしゃー。え、私絶対さっき攻撃されると思ったんやけど、炎入ってこなかった？ダルケルの守りって思ったら、私もうダルケルの守り使い切っとったんやけど絶対もう無理やと思った。いや、一応妖精は残っとったんかな、2匹分。やっつけたよ。イエーイ。イエーイ。いやー、やっぱあの雲みたいな状態の時のガノンのキモさは異常だな。今のこの携帯のはね、別にキモかはないんですけど。さあ、これでまた、え、でもあれなんやろ、新作が出とるってことはまたなんかガノンが暗躍するんやろ、知らんけど。いや、なんかね、このゼルダの伝説昔からなんやけどさ、小学生ぐらいの時から私はなんかシリアスになったマリオみたいなもんやと思いよったんよね。あのゼルダ姫とあの何ガノンドルフ、もうなんかそれをコメディーにしたらピーチ姫とクッパやなーぐらいの感じに思っとったけんさ、またどうせ復活してやってくるんやろ。ガノン討伐コンプリート、イエーイ、やったね。え、これであれやない、メインミッション、メインは多分、うつし屋の記憶だけクリアしてないんかな？ね、あの、四神獣、あの、英傑のやつはクリアしたけん。あなたの運命。てか、メイン任務やのにクリアせんでもいいんやなーって。だから私、信じていました。ね、ゼルダは一体どこにいたの？ガノンの中に取り込まれてたとかそういうこと？いや、でもめっちゃ攻撃したけど。ありがとう、リンク。いえいえ。ハイラルの勇者。私を、覚えていますか？それが悲しいことに、リンクはほぼ記憶戻ってないんすよね。だってほぼ回ってないもん、私への記憶。平和な世界になった。もうあの気持ち悪い黒いドロドロもなくなったし。あれ、ガノンから出よったってことよね、体から。いやー、平和になったらもうすごい綺麗な世界なんだよ。あ、ハイラル王。ハイラル王はなくなっとんよね。まあ、多分、英傑たちと一緒に、周りに火の玉を浮かべとるってことはなくなってるんだろう。これからも見守ってくれてるのか。まあ、ハイラル城もすげえボロボロやし、お城の人たちとかはいないの？それとも、あ、The End。ガノンに襲われる前まではおったん、みんな。はい、ということで、今回は ここでというか、まあ、全部クリアしましたということで終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、今さ、私ムジュラの仮面でめちゃくちゃね苦戦しよるところやけんきっとね、ブレワイのガノンも苦戦するやろうなって思ったけど、あれだな、この手のゲームで一番苦戦するのは多分やっぱ目的地にたどり着けるかどうかなんよね絵が綺麗になりすぎてマップが広くなりすぎてって感じ。自由にどこでも行けるのもちょっと考えもんやな